ラメンコのリズムを弾く上で人差し指のダウンは基本かつとても重要なテクニックです。弾き方は主に2通りあります。一つは親指に引っ掛けて弾く弾き方、もう一つは引っ掛けないで弾く弾き方。この2つを状況に応じて使い分けましょう。まずは引っ掛ける弾き方です。親指と人差し指をくっつけて、力が抜いた時に音が鳴るようにします。6弦の上に親指を乗せて一気に振り下ろします。この時注意することは、親指は6弦に乗せて、乗せた6弦が5弦をまで押し込まないことです。5弦は常に鳴らすようにしましょう。そしてよくやってしまいがちなのが、人差し指が上の方に行ってしまうと1弦まで鳴ってくれません。なのでなるべくギターの表面板に近いところに向かって弾くようにします。そしてあと人差し指以外のところに力が入りやすいので、他の指は極力力を抜いて人差し指のみに意識を集中できるようにしましょう。あと特に大事なのが、指だけで弾こうとすると これもまた弦が均等に5弦から1弦まで当たってくれません。そのため指のダウンと手の動き全体を混ぜて5弦から1弦まで弾けるようにします。まず指だけで弾いてみます。これに手の甲全体の動きを加えてみます。1弦まで当たっているのがわかると思います。弾く目安としては、親指のこの出っ張ったところが、まず最初は表面板に近いところから始まっています。そして弾き終わるとここが少し離れています。この円運動のような動きを利用します。指のダウンと手全体の円運動、この2つで人差し指のダウンを弾きます。親指に引っ掛けない弾き方も一緒です。指だけで弾くパターン、